ENFP のコミュニケーションにしましたのは、はい、コメントで立て続けにですね、うんうん、ENFP の方からコメントをいただきましたと、はい、ありがとうございます。でいただいたコメントとしては、うん、例えばね ENFP で、はい、就活でちょっと苦しんで、はい、まあ通う前は一人で暗い気持ちを処理しようとしていたが、うん、なんかそのよく言われる紙に書いたり、うん、日記に残したり、うん、といった解決もうまくいかずに、うん、ドツボにはまったことがあると、うん、で人に話すっていう療法がとてもあったので、うん、今は その苦しい時から出しましたと、うん、確かに就活って苦しいんですよ、うん、要は何百何十社って送って、はいはい、お祈りメールが来るんですよ、はい、お前はダメだから来る、あの話す前からはい、はい、あの、うん、コメントとかそのメッセージだけで、うん、お祈りメールが来るんですね、はいはい、あなた違いますと、うん、まあ何かフィルターがあるんですかね、うん、で僕もそれはやってきた、はい、体調もやった、やりましたけど就活、はい、やりましたよ。我々はあれですもんねあの1998年99年の超氷河期の、はい、氷河期世代、はいはい、まあ、あの段階ジュニア世代だからどうしてもベビーブーマーなんでね、うんうん、子供が多い多い、はいはいはい、なのでその多分景気も悪くて子供も多くて、そう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 、はい、今コメントくださった、うん、気持ちはとてもわかる、はい、就活が苦しい、うん、でまたこの ENFP のコミュニケーションのヒントをやってくれよ、うんうんうん、はい、前リクエストしただろう。そうっていうのが来たので、はい、申し訳ございません、はい、忘れてましたと、うん、あと若干この E型外交型の、うんうんうん、このコミュニケーションのヒントって、うん、あまりあの回らないんですよね。そう、再生数があの INTP とかすごい回るんですよ、うん、内向がやっぱり見るんですよ、いまだにねあの、うん、動画を我々の動画を支えてるのはね、うん、INTP のカーシー博士なんですが、はいはいはい、はいはい、なんでちょっと E 型のそれってとかって思ってたんですけど、うん、まあ、そんなメッセージを立て続けにいただいたので、うん、やった方がいいんですよぜひ、はい、で僕はあのちょっとさっきも言ったんですけど、うん、この ENTP とかって、うん、ENFP って言われても、はい、うん、あのエニアグラムだと、うん、ああこんな人ねっていうのが結びつくんですけど、うん、あれ ENTP って、はい、っていうところで、うん、またこの今日紹介させていただくのは、はい、MBTI タイプ入門、うん、コミュニケーション編からなんですけど、はい、やっぱりこのざっくりつかむのには、うん、すいません話は違うんですけど、うん、カーシー博士、はい、のセルフヘルプ術で、うん、ENFP はどんな人かって見ると、うんうんうん、人生はドラマだ、うんうん、の人なんですね、うん、要は人生は幸福に満ちたドラマだと、うん、どんな些細なことにも意味を見出し、うん、人の心の動きにまで察知できる超人的な感覚を持っていると、うん、総人口の 5% に過ぎないが、うん、他人へのインパクトが大きく、うん、社会全体への影響力も大きくてですね、うん、このタイプの意欲は本物であり、うん、なんかすごい羨ましいタイプやん何よ。でこのタイプは複雑な感情を持ち、うん、なるほど、強烈な感情を経験することは重要だと思っている、うん、しかし実際にそうした経験をすると自分が自分でないような居心地の悪さを感じる、うん、なるほど、で正しい観察力と思い込みがある、はい、周囲の状況を細かく観察し少しでも変わったことは見逃したりしない、うん、鋭い観察眼、うん、あなるほど、でも旺盛な自立心、はい、でも本来楽天家だと、うん、でも人間関係を物事が思った通りにいかないと不思議に思ってしまう、うん、運命や人間の性善説には強い確信を持っていると、うん、独創性と顔の広さ、うん、組織に縛られない自由な仕事が向いているよっていう人ですね、うんうんうん、でチャーミングで気まぐれな家庭人だなんてことが、はい、なるほど、だと、うんうん、いろいろ拾う人なんですねはい、うん、ドラマチックに拾う人、ドラマチックに、まあ、しようとしてるんですよね多分大将はそういう言い方をする、うん、はい、うん、なるほど、はい、うん、でなのでじゃあ MBTI とカーシー博士が言ってることは違うんですけども、はい、ここからは MBTI のタイプ入門、はい、から ENFP は、はい、共感的なエクスプローラーだと、うんうん、新しいことを取り入れ始める人、うん、指揮能は外交の N、
人々の成長や成熟のためになるあらゆる可能性に意識を向ける、うん、人々なんだ、自分じゃないんですね。で、補助機能は内向の F、フィーリング、うん、自分の内面では自分の価値観に基づいて考えを評価する、うん、なので論理よりも自分の気持ち、うん、自分の気持ちを大切にする、うん、だから論理がないと言ってるわけじゃない、論理がないわけじゃなくてそっちを優先するって、優先する気持ち優先、うん、第三機能はシンキング、うん、発達していくにつれ状況を客観的に検討していく、うん、まあ、この第三機能のシンキング、うん、また話は違うんですけど、はい、ソシオニクスだと、第6ぐらいでしたか、はいはい、もう無意識化、うん、なんであまり意識化ではないこと、うん、まあ、どっちかっていうと苦手な方向ですよね。ですね、はい、うん、一番苦手ではないけど、はい、うん、で劣等機能は内向の S、うん、S っていうのは感覚ですね、はい、発達上の課題は現実を考慮に入れること、なるほど、うん、ああ課題は課題は、うんうんうん、あ劣等機能なので、うん、でこの人たちがコミュニケーションで重視していることは、うんうんうん、大らかに気遣いながら、うん、誠実に思いやりを持ち、うん、積極的に人と関わる、うん、意欲的に熱意を持って人を励ましたり、うん、説得したりする、うん、人の可能性を伸ばせる機会や、うん、人々の置かれた状況を改善できる機会を見出す、うんうん、人々にいろいろな可能性を与え誰かのためになる変化を推進する、うん、なんか今僕人のことしか言ってないですね。なんか自分には向いてないんですかね、まあ、NE ですからね、主機能が主機能は外交の N です、はい、はい、で補助機能が FI じゃないですか、はい、だからこうまずはそっち優先ですよね。でその中で自分の心の自分の感情感覚で判断するみたいな、はいはい、なるほど、うん、俺が俺がじゃないんですね、うん、だから世の理想主義者ですよ。だから世界は平和である。あ、そっか、 NF ですもんね。そうNF だ、アポロンだ、うん、アポロン神様で言うと、はい、理想主義だ、うん、なるほど。ちなみにエニアグラムでパートナー探しのところで MBTI タイプとエニアグラムタイプの話があるんですけど、はい、うんうん、それで ENFP を見ると、うん、タイプとして多いとすると、うん、エニアグラムで言うとタイプ2か、うん、タイプ7、はい、男性だと、うんうんうん、女性だと、うん、強烈に多いのがタイプ2、うんうんうん、もしくはタイプ4、うん、あと7、9とありますね、うん、なるほど、うん、じゃあ僕は若干タイプ2を思ってればいいですね、はいはいはい、って言われるとこの人だ人だっていうのが分かる気がする、うん、はい、なのでこの ENFP の自己表現の仕方、うん、はい、積極的に参加し社交的で周囲の人と打ち解けやすい、うん、人とのつながりや関係を築く、共感を持って状況を解釈して人に対応する、グループにおけるダイナミクスを敏感に察知する、うん、人々の考えや意見を重視し統合していく、うん、相手を指導し相談に乗り、うん、意見を促進し動機づけ交渉し他者の力も借りながら衝突を解決する、うん、こうやって言われるとね、はい、やっぱり自分のことはいいのかって。まあでも FI だから自分のことはありますけどね。あ、そうか、でもそっか、補助機能が FI なので、はい、でもその気持ちは基本外に向いてるんですね、うん、外に向いてるか、まあ、外交はみんな外に向くじゃないですか。僕向いてると思います。FI なの、 FE なので、はい、がっつり外向いてますよ。そうですね、はい、はいはいはい、そうですよ、うん、外とつながったときにもうブキーンってなんかそうそうそうテンションが上がるので、うん、はい、なんかがっつりつながってますよ。確かに、うん、でも僕はやっぱり自分なんですよ。自分のため、自分のため、まあでもそれも、それもというか感情の外交じゃないですか、はい、二等兵は、はい、だから心でつながろうとするわけじゃないですか。わかんないですけど、そうかもしれません、うんうん、はい、でこの人たちはもっとなんか心じゃないですもんね、可能性とか、はいはい、あ、そう、現実、僕は現実に生きてる人間なんで、はいはいはい、でまたこの人はね、自己表現の仕方で、うん、人間重視の価値観や欲求にそぐわない既存のやり方に挑むとあるんですね、うん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 、多分この辺が
カーシー博士言うところのドラマチックなところなんですかね、うんうん、まあ、可能性をですよ、はい、あーなるほど、世の中がもっと良くなるためにはみたいなやれって言われてるやり方でいいじゃんじゃないんですね、うん、なんもっと理想があるみたいな、あこの辺はねこの辺がそのコメントで就活で苦しいですなんて、うんうんうん、はいはい、おっしゃってる方がなんか苦しんでるところかもしれないですね、うん、いやもっと違う何かが見えてるところで、うん、もう社会ってひたすら現実じゃないですか、現実を見せられますからね、はい、うん、特にお祈りメールなんて来た日にはね、はいはいはい、もうなんていうの、私の可能性は何も見てくれないわけですよ、うん、向こうは、うん、向こうが見てるのはもう大学名だけですよ、初めなんて、はいはいはい、可能性は見てないですよ、はい、うん、マーチ以下はダメ、うん、以上みたいなはい、はいはい、その辺なんですよね、うん、まあ、でも似たようなところはありますよね、 FE そう可能性じゃなくて、はい、自分が否定されてる感じじゃないですか、そう俺を見てくれよって思うんですよ、うんうんうん。